一方、地元西之表市の八重田俊介市長は、塩田知事の計画容認の発言について、知事には知事の立場がある、西之表市長として自分で判断したいと述べました。広域行政を担う知事としての立場で発言されたというふうに受け止めております。西之表市市長としてはやはり自分の判断、自分の考えで判断をしたいです。今日午後2時ごろ、取材に応じた八重田市長は、塩田知事の発言について踏み込んだ所感は述べず、地元市長として改めて判断する考えを示しました。その上で、賛否の表明の時期についても具体的な言及は避けました。評価書の広告とか、そういう、タイミングがありますけれども、協議の場というのも今後引き続きやるように、国とも話をしておりますので、総合的に判断をして述べていきたいと。これに先立って八重田市長は、今日開会した西之表市議会で計画に対する賛否の立場を従来通り明言しませんでしたが、住民の不利益にならないよう市長として一定の対応をすると含みを持たせた発言もありました。市民の安心安全と市の発展に責任を有する市長の立場で今後も対応してまいりたいと考えております。